どうもー、タビアンでーす。キングオブキングスリメイク版マップ5キングオブキャッスル、状況は全くの互角。ターン17、いや前回前々回とね、街の数は変わってないんですけど、この防衛ラインね、激しい戦いを繰り広げております。さあがっぷり4つ戦っていきましょう。あ、スケルトン山登れるんだ。え、この山越えてくる？マジかこんなルートもあるんだ。最南ルートもあるんだね。やばいねこれ、防衛準備しないと。まあちょっとこのターンはまだ大丈夫かな。これこんなとこから来られると、しかも空軍が押し寄せてきますよ。このグリフォンとハーピーもいるんでね、新しい部隊作ったね。レベル5ナイト、こっちはレベル1、まずいなこれ。これは退却だな、後ろに退却。しかもレベル上がってないというね。代わりにどうしようか、ソーサラ行くか。レベル5ナイトに対してソーサラ、まあ、スケルトンは倒せるもんね。まず手堅くスケルトンを倒しましょう。スケルトンならソーサラーにお任せ。はい、さあそしてソーサラーを守ってバルしたいよね。このレベル5ナイト強烈だね。あー怪我人が多いぞこれやばいな。ハーピーがどうしようかな。ここに入るか、敵のジャイアント。ここ押さえとかないとソーサラーにね、ソーサラーやられちゃいますからね。ジャイアントに攻撃、んなー返り討ちにあった、強いまずいね。しかもケルベロスも来てるし、あケルベロス川渡れる。まずい、怪我人ばっかりだ。ゴブリン回復、ちょっとこっちの南のメンバーをちょっと上から順番にやろうか。上からやって余ったメンバーをね、南に向かわせないと。これジャイアント、そうなんだよね、足りないんだよね。で城からちょっと遠いんでね、ケルベロスは無理か。あいける、ケルベロス1000作りましょう。南に送り込もう、ケルベロスを。目には目をですよ。行こう。やっと回復。このファイターも南に送ろう。そして、これ苦戦してるんだよね、ここ。新たにファイター、ハーピーが来たから。でも、なんとかちょっと、各地でね、あこれ町取りに行こうか、隙をついて町取りに行こうでこのハーピーが、うわーこれ多勢に無勢だな。一体応援に行くかだよね。応援に行こうか。でここで攻撃頑張って、このハーピーやられてほしくないんだけど。あー嘘でしょ、逆転された。あそうでもないか、うわーやばいな。そしてナイトがここにいて、グリフォンレベル3、グリフォン、ちょっと上で回復。ユニファイターもこっちで退却して回復。ゴーレムは川は渡れません。あこっち移動できない。文句が次のターンゴーレムを攻撃する。どうしようかな、ここに移動して、でグリフォンを攻撃、ナイトの横に立ってやって。オッケー、
これでグリフォンがあと1体なのでレベル上げの道具にするぜ。いけ、よし、レベル1、あ、1しか上がらなかったか。 OK、 レベル5。そしてこっちは開きましたね。あ、ここにファイターいるな。ちょっと待って、お金あったっけ。ファイター2体ほど投入しよう。大都市を奪う時だ。ちょっと一旦作るのが遅かったかもね。さあ、そしてこのゴブ、ジャイアントがどうしようかな。後方から文句を攻撃しようか、突こうか。いや、南にちょっと寄せようかね。南に寄せて南を助けないと。 OK、 7-0、強い。そしてソーサラーがここで待機。まずここ、この周辺に来るとバルするよ。そして、怪我してるファイター、どうしよっかな、これ。でも南に寄った方がいいよな。先にファイターを倒す。よし、占領されないようにで、このハーピーはここで頑張ろうか。あ、でもナイト倒すのこれきついよね。レベル5ナイト強烈だねこいつ。こいつ強烈だ。これ退却、スケルトンか。スケルトン無理だよねこれ。やっぱりな、もう一体ぐらいちょっと、あ、このここでも守っとかないとね。ケルベロス食うから。傷ついた戦士たちが多いな。まあここで待機しとくか。傷ついてるけどここは防衛しないといけないから防衛ラインを後ろに下げました。レベル5か。攻撃して倒せるか。いけ、一体倒せジャイアント。わあ、返り討ちだー。やったらない方がよかった。どうしよう、これぐらいでいいか。終了。なんかちょっとフラストレーションのたまるターンでしたね。ソーサラーのバルをなんとかできないかな。うわ、やっぱりマジで最も南のルート、最南端ルートを開拓してくるのかやつら。それは予想外だな。もっと南に寄せないとダメだね。そんなの関係なしに大都市占領部隊をも編成するかな。3マンセルか4マンセルでファイター3体と隊長1人でね。あー、そこ町から攻撃やめて。ちょっと編成しよう。ガチンコで戦う隙に大都市をね奪ってしまいたいよな。がっぷり四つだからね今ね。あ、でもユミファイターだから耐えれる。オッケー、返り討ちだ。町を占領しに行きますよ。ジャイアント対エルフ。あー、食らった。エルフ結構強いんだよねジャイアントに。ああ、ソーサラ攻撃された。ナイトか。うわあ、83、これはやばい。あ、レベルが2上がった。やばいよ、あのナイトレベル7だね。シルバーナイトにするわけにはいかないよこれ。ひえー、手がつけられない。まずいねこれ。ケルベロス間に合わないぞこれ。ソーサラ一旦退却だねこれ。
ここの南の町の近くに町がないからな。あ、ソーサランに攻撃してきたよ、ジャイアント。うわー、6体、6体ならまだ回復するね。4体までならね、倍になるから回復できるから。うそ、適材適所ハーピー来たね。あー、ここも適材適所、エルフに撃たれる。ハーピー、やっぱり南が苦しい今。うん、耐え時ですねこれ。総攻撃に来たね。でも地形効果はこっちが抑えてるから、北側の余裕のあるメンバーが、おっと、グリフォンが襲われた。生きて町に帰れるか。ケルベロス川を渡ってきた。予想通り、ゴブリン耐えた。え、あ、文句グリフォンに強いんだったよね確か。そうなんだよ、魔法系だからグリフォン倒せるんだよね。違ったっけ。でもハーピーには弱いんだよね。そうだったっけ。本当にちょっとうる覚えだな。細かいユニット作ってグリフォン好きだな。グリフォン 大量生産してくるね。よし行こう。作るユニットは後で考えよう。後方いないよね忘れ物いたら損失だからね。7体か、もうちょっとだね。攻撃、このファイターを早く西へ町取りに行きたいんだけど。めっちゃ頑張ってるこのファイター。レベル8ですよ。キングに対抗する候補だね。オッケー、全滅させたぞ。さあこのハーピーを、あ、グリフォン食料ないな。倒せば終わりだ。よし、閉廷しました。さあここも、ここ取りに行こう、このファイターでね。よし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 、西は収めましたよ。さあゴーレムを倒したかったんだけど、後ろに退いたな、文句でね。倒したかったんだけど、あ、一歩しか進めないのか、厳しいねこのルートは厳しいな。南から、こっちから行くか。それだったら町通った方がいいよね。ユニファイターで、これちょっとバルしようか、ジャイアントをね。バル、ジャイアント3体にバル。どうだ、あー、レベル2上がって、もしかして明治さんですか。やりました、2回目の明治ですね。あ、1体だけ倒した、 OK。 モーク南から、そしてナイトはノーダメージだから、このままここで戦おうか。モークを倒してしまえ、 OK。 そしてグリフォン、あ、グリフォンもノーダメージ。どうしようかな。これ味方のジャイアントだねよし、南に応援に行きましょう。ハッピーを倒す。いまいち。さあここですよ、南ですよ。問題はね、全軍南に急いで向かおうぜ、ジャイアント。このファイターはちょっと時間かかるから、こっちで回復しようか。そうなるとグリフォンの餌食になるのかな。ここで回復、そしてケルペロース。
文句。そしてさらにファイター増援部隊頼むぞ。そしてこの2人はね、大都市を占領しに行こう。こいつは OK、 こいつはね、こっち北側からちょっと川渡ってみようか。さあここなんだけど、こいつだったっけ、こいつとレベル7、これね。ああ、そうしたら6体か。ここでバルする。戦は命がけ、バルしてみよう。ナイト1体倒せるか。うん、あ、ノーダメージ、嘘、レベルも上がらない、最悪だ。まいった、退却。やばい、これソーサラーやられちゃうよ。助けに行こう。あー、助けるメンバーが少ない、これ。うわー、みんなやられてる。これでエルフを倒す。やばい、ソーサラー命がけでみんな守ろうぜ。あ、そんなにいないな、メンバーが。あ、みんな傷だらけだ。傷だらけの部隊だ、これ、最前線。わー、これレベル上げさすだけだよね。ナイトをね。でも、ここ、待機したいと思います。命を張って、守りたいと思います。しょうがない。レベル5ファイターか。レベル6ファイター。欲しい人材ばっかりだぞ、これ。レベル1ファイターは戦え。これはきついな。このファイター上に逃げよっか。で、ジャイアントがいてくれるんだよね、ここ、ジャイアント。一歩しか近づけない。うりゃ、ジャイアントやられてもいいからね、南に来てほしい。あ、これ回復できない。うーん、そうか。ゴブリン回復、ケルベロスにやられちゃうよ。レベル5か。うーん、きついなこれ。でもこのファイターも退却するか。後方にレベル5だしね。ちょっとこれハーピーかなんか送ろう。緊急事態だ。あ、グリフォン送れるね。何体グリフォン作るんだって話だよね。あ、でも作ろう、グリフォン。緊急事態。あー、もう最大部隊数。あー、マジか。マジか、これどうなるんだろう。ファーピーなー。ファイター攻撃しとこうかな。うん、全滅させたかったね。いやー、これどうなるんだろう。ソーサラー全やられちゃうかな。しかもシルバーナイト生まれそうですね、これ。やばい、緊張するなこのターン。ネクロですか、省略します。あ、これはありがたいね。あんなとこでネクロしても大して意味はない。あ、来た、ゴーレム。おお、返り討ち、レベル上がらない。あの辺にいっぱいいるんだよね。まだ時間がかかるからね。退却。さあ、問題はあのナイト2体ですね。
そしてケロベロス、あの動向が気になる。ソサラがやられちゃうのか。エルフがついてきた後ろから。あーやられた、エルフ強い。レベル7はゴブリンに攻撃。あーゴブリンやられました。歴戦の勇者ゴブリン、ありがとう。よく山岳地帯を守ってくれた。あーさらにゴブリン、しかもバルが届かない位置に。くー、あ町守られた。マジか、簡単には取れなかった町。簡単には大都市取らせてくれないね。あスケルトンが攻撃して返り討ちじゃい、こんなもん。お明治に攻撃してきた。これも返り討ちじゃない。あ一体やられた。マジか、まあ、回復するから大丈夫。お空の頂上対決グリフォン、あ激しいね。来たね、ソーサラーに。ジャイアントが4体までなら回復できる。グリフォンが、おお街を塞いだ。面白いことするな。回復できねえじゃないか。おあジャイアントやられました。ケルベロスにやられました。でもジャイアントちょっとケルベロスをね引きつけてくれた、ありがとう。よく頑張ってくれましたよ、なんか最前線で。もう一体ジャイアント作りたいね。またあ文句2体作った、それはまた。さあもう一ターン、このターンまで今回プレイしたいと思います。いくぞ。まずは西からいきましょうか、単純なところからね。このレベル8ファイターね、山を越えてこの町をね取りに行きたいと思います。行こう。そしてハーピーが一旦ここで回復してからこのねファイターにお付きで行きたいと思います。グリフォンやられちゃいました。一旦退却したい。あ届かない。あ食料がない、嘘でしょ、マジかー。退却、もうどうせやられぬら戦おう。1体倒したらすごいことですよ。あらまあダメだ、これはまずいことになった。しまった、この町開けてあげたらよかったか。失敗したな、やっぱ。もう待機しとこう、食料ないから。参ったねグリフォン。そしてそうか、西にもう一体グリフォン送り込んだ方がいいかな。このファイターがね最重要ファイターかも。そしてレベル6まで上がったこのナイト、明治どうしよっかな。バルするか、とにかくバルですね。周りに敵がいればバル。明治のバルはどんな感じだい。あ1体倒した、 OK。 あそうか、ないと砂漠入れないんだ、だから南しか行けないんだこれ。マジか、よし2体倒した。レベル3上がってきたー。このゲーム初のナイトのクラスチェンジ、シルバーナイト生まれました。やったぜ。さあそしてモンクが明治の横に来ました。ゴーレム倒しに来ました。でもゴーレムがいるからこのファイター渡れないんだよね。でもおびき寄せるか、西側に行きましょう。そしてこのファイター2体も行く。
このハーピーは回復中。街を開けましょう。そしてレベル3ファイター、どうしようかな。前に進むか。いや、こっち側からこう行ってここ取りに行くか。狙いに行きましょうか。で回復と。よし、ファイター集まったね、ここにね。そして、グリフォン、グリフォンナイト倒しに行きましょう。レベル8グリフォン、あ、ナイトに。よーし、3体倒した。さすがグリフォン。よくクラスチェンジしなかったね、これね。そしてソーサラ復活。これなんだ、スケルトン。ちっこくなってるのか。そしてケルベロス、あ、こっちナイトね。よし、増援がだいぶ集まりましたよ。間に合った。ケルベロス、ちょっと食料と取ってから行こう。おい、これグリフォンに襲われてまーす。まあでもあのファイターやられちゃうよね、これ。ケルベロスのファイター、モンクも食料取ってから移動。このまま抜けるか。あ、こいつダメージ受けてるのか。退却だね。ほい、これスケルトンとジャイアントがいるのか。じゃあバルするか。ゴブリンは後ろに退却。バル、レベル1上がりました。あ、あんまり倒せてないね。あ、ジャイアントには効かなかった。マジか。ふう、怪我人が多いんだよね、ここ。怪我人だらけ。グリフォン対ケルベロスか。いや、ちょっと待てよ。グリフォンはね、こっちもちょっと北の町が安全だから、みんな北に逃げてね。で、グリフォンは食料、あ、ちょっと待ってね。食料を取ってから、ナイトを攻撃しに行く。この2体ともナイト生きて返さんよ。レベル4ナイト。よし、これでもう後方を取ったんでね、生きて返しませんよ。どうしようかな、これ。レベル6ファイターを優先するか。これはちょっとここで待機かな。頑張れ、一旦耐えろ。レベル7ハーピー、これもね、まあそうしたら大丈夫でしょう。ナイトはね、2体とも数減らしたから OK。 以上かな。あ、これファイター復活。よし、うわ、スケルトン単独できたよ、これ。まあでも2体だから大丈夫か。大丈夫だね。さあ、最大部隊数じゃなくなったから、南側にジャイアントを補充しようか。あ、でもジャイアントも1体よ向かってるのか。そうだな。ファイター弓、一体作っとくか。南にね。あとはね、あ、これ西側にグリフォンを飛ばしたいね。ということで貯金か。お金なかったね。あ、ファイター作らなかった、作れてたのか。あ、ギリギリ作れてない。オッケー。次回ね、グリフォン忘れてるかもしれないけど作りたいと思います。ということで、敵のターンが終われば今回終了したいと思います。まだ2000あるのか。うちより多いな。うわうわうわ、ソーサラーとかファイターが最難端ルート使ってきたら怖いけど、まあまだなんか大丈夫そうだね。
あー捕まったか。これはしょうがない、ファイターやられました。西のファイター残り1体になった。あ、グリフォンこっちに来たか。あーナイトをね、今度はうちのナイトが狙われる。あ、1体だけしかやらなかった。オッケー、ラッキーですね。あ、ソーサラーにファイター突っ込んできた。メイジ、あ、メイジにね。メイジもファイターは若干苦手だと思うんだよね。まあまあ、であそこにメイジがいてくれることでね、最前線バルで返り討ちにできるから、その陣地を少しずつ増やしていく感じですよね。大都市といえども一つずつだ。まずあのゴーレムを倒さないとね、都市は取れない。シルバーナイト対ゴーレム、よし倒した。スケルトンはあの山では戦いたくないね絶対体が硬いでしょ。お、ハーピー飛んできた。返り討ちにできるんじゃない、レベル上がってるからね。おっと、ソーサラーにナイトが戦ってきたが、返り討ち、よっしゃー、レベル上がったでしょこれ。一つ上がった。いや、シルバーナイトになりそうなナイトだったのにね。まあでも退却の道を閉ざしましたから。おお、やりました、ナイト2体全滅させました。作戦成功だね。グリフォンで退治。シルバーナイトにみんな寄ってきてるね。あ、エルフはきつい。これは一旦回復しに戻ろう。グリフォン、スケルトン、なぜね、ソーサラーのバルでやられなかったかが分かんないね。そういう時もあるんだね。うわー、東に向かってきたグリフォン、厄介なやつが来たよ。こっちは回復場所なのに、ここ安全を、あ、ジャイアント対ソーサラ、頑張れソーサラ。うわー、嘘でしょ、4体もやられた、大ピンチ。あ、ケルベロスがマージンとこ行った。これはチャンスです、バルチャンスですね。いやー、次回ワクワクしますねソーサラーとメイジなんとか生き残ってるから、うん、もう一体ぐらいソーサラー作ろうかな。ソーサラーナイト作りたいね。次回もワクワクしますね。お楽しみに。長期戦。